はい、どうも、こばもくです。今日はこの10件のこの長版の調整方法をやっていきたいと思います。はい、使う道具は六角。これね、4ミリのやつですね。これ1本あれば調整できるのでやっていきたいと思います。Amazon のリンクも貼っておきますので、よかったらチェックしてみてください。中堅って書いてあるドアなんですけど、で今日はこれ上がねこんだけ空いてる、で下に行くと下はこんなに隙間がないので、これはもうカットせずに長板で調整できるので、長板で上げていきたいと思います。はい、結論なんですけど、まずここに調整ネジが上下についてるので、上に上げたい場合はまず六角で上こいつを緩めてあげて、でこいつを締めていくと、上を緩めて下を締めていく、そうすると扉は上がってきます。はい、じゃあ実際にやってみたいと思います。扉つったままだと扉が重すぎて調整できないので、できるんですけどしづらいので、一回扉外します。で外し方なんですけど、ここですね、ここが固定ネジになってるんで、こいつを緩めてあげます。これを全部で取っちゃいます。取っちゃ、こうやって取っちゃって、で下も取っちゃう。たらもうこれはあとは、こっち方向にちょっと引っ張ってあげれば、これでもう外れちゃうので、外し方はまあこんな感じなんですけど、結構初心者の方とかめんどくさいんですよね、外したりつけたりが。なのでもう一番楽なのは、まあつけるときはまあこのまままたパカってつけちゃえばいいんですけど、でこれでまた締めるんですけど、めんどくさいのでこっちからこっちのネジを外して、ドア外しちゃった方が楽なので、今日はそのやり方でやっていきたいと思います。普通にねここ外しても外れるので、どっちでもお好きな方をやってみてください。はい、こんな感じでね、こっちが上で、あっちが下で扉を寝かしてみました。これちょっと見やすいように長板外します。はい、これが10件の長板ですね。外してみました。上げ下げ調整なんですけど、要はここですね、ここを今ここ隙間がすごい空いてて、下が空いてないですよね。ってことは扉が下がっちゃってるよってことなので、これを反対に上げてあげたい。こっちを隙間作って、こっちを隙間を減らしてあげれば扉自体が上がるので、ちょっとやってみたいと思います。はい、それじゃあね、六角をまず上に刺して左に回していきます。そうするとネジが上に行くので、よし、動かなくなったら今度下の方を、時計回りに回していきます。あれれれれ、入った。で六角をこうやって探って、入ったらこう右に回して、こうやってどんどん動いてき、わかりますかね、ここ隙間がだんだん空いてくるのがわかりますかね。よいしょよいしょよいしょ、 OK、 こんな感じでですね、でこれで今度は隙間が変わったので、今度は上をちょっと締めてあげて、よし、これで OK ですね。これで長板の調整ができたので、ちょっと取り付けてみたいと思います。したら今度下もですね、はい、長板を調整できたら、これ取り付けていかなきゃいけないんですけど、まずは普通に枠の横にこうやって扉を置いて、まず上からつけていきます。ちょっと近くまで寄せて、でこうぴったしのとこに持っていくっていうよりは、ちょっとこっちのこっちに、だいぶこっちに寄せてまず置きますね。ここまで行ったら今度こう寄せてあげます。こうやって扉をこうやって動かしてあげる。こっちの角はつけたままで、こっちだけ上げて浮かしてあげます。よいしょ。でここに長板のついてたとこに入れてあげると、よし。そしたら上が打てたら、最後に下を止めてあげます。上からね止めてあげると、一人でも取り付けできますので、ぜひやってみてください。はい、こんだけね隙間が空きました。さっきまではもうぴったしだったんですけど、上も隙間がだいぶ狭くなりました。で普通に開閉できるようになりました。はい、左右方向ですねの調整の仕方なんですけど、まずここを緩めてもらって、この固定を緩めて、でここ、このその固定と固定の間にあるこの穴に六角を入れて、右に回すと長板側に寄ります。
で左に回すとレバーハンドル側に寄ります。なのでこれを緩めて、これを右に回すと長板側に寄って、左に回すとレバーハンドル側に寄るので、ね、戸先で建具が枠に当たっちゃってるよって時は、右に回して釣り元側に寄せてあげる。で、今度長板側で弾いちゃってるよっていう、扉が弾くよって時は左に回してあげて、戸先に寄せてあげると。それと調整ができますので、ぜひやってみてください。はい。で、あと奥行きの調整、最後奥行きの調整は、こいつを緩めてあげて、こいつを緩めてあげて、よいしょ、ここですね、こいつ。ここを、ここにね、アウトとインって書いてあるので、外に出したい時は、アウトですね。アウト方向に回してあげると扉が外に、寄ります。今度ね、内側、部屋内に寄せたいよって時は、こっちにやってやると寄るので、これでね、調整が、奥行き方向の調整ができます。はい、最後に、調整が終わったら、こうやって、必ずここの固定ネジですねをしっかり最後まで締めてあげましょう。はい、完成です。動画がいいなって思ってくださった方はチャンネル登録、グッドボタンお願いいたします。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。失礼いたします。バイバーイ。